はい、木の店三目です。これあれ木肌になります。これもね、岩手県の原木市場で仕入れたものになります。この辺なんかが、ね、真っ黄色の鮮やかな黄色の甘皮っていうかね、乗ってますね。でそれがこの、ね、面皮の方に耳にね、少しこう色が残って、はい、黄色いで色がほんのりね、対面に残ったりしますね。サイズの方が長さが 1.8 メーターの、末口の方が38センチですね。太い方が大体42、3センチありますね。元口の方が大体50センチくらいの太さになりますね。まあ、メズミは、そうですね。まあまあ、そんなね、緩い感じもなくて、なんか比較的細かい方の部類に入るのかなと思いますね。形もね、ちょっとこう、少しね、こう、歪んでいるというかね、完全な直材じゃないので、取り方によってはね、なんか面白い板が取れそうな感じもしますね。ただね、この、末口の小口のからね、大きく新割れとはね、なんか新割れとはなんかちょっと違うような感じで、かなりね、深く、こうね、一文字に、上から下までね、割れが入ってて、これなんかこのままぐーっとね、結構この辺なんかもかな、なんかね、ずーっと入ってる感じで、うん、なんか割れがね、深くまで入ってるんじゃないかなって、ちょっとそこが心配なんだけど、うん、なので、まあこっちの割れをね、気にするようだったら、この割れの向きと同じ方向でね、製材していくような感じになるのかなと。そんなに縦と横のね、広さもそんなに極端でもないので、そうですね、ちょっとね、あの辺のこうボコッとしたところもね、このボコッとしたところなんかね、どういう表情なのかもね、見てみたいところもありますけどね。やっぱちょっとね、この割れにね、製材の向きは少しこう左右されていくのかなと思います。この板は8分24ミリで製材します。
30ミリで正解します。この板は1分3分40ミリで正解します。1分8分54ミリで正解します。この板は1寸30ミリで正解します。この板は8分24ミリで正解します。
この板は1分30ミリでいただきます。この板は1分5分、45ミリで製造します。この板は2分60ミリで製造します。引き残りの板がだいたい70ミリくらいですかね。2分3分の、板で残りましたね。これも芯は入ってなくて、芯がねちょっと噛んでる感じかな。はい、まあ結構ね肉厚な板が取れましたね。木肌の原木製材終わりました。そうですね、まあそんなにね大きな丸太ではなかったんだけど、そしてね、小口から両小口からねもう本当大きな割れが入ってたんですけど、ちょうど芯もそこに噛んでて、元口末口と同じような感じの角度で割れも入ってたので、まあ、そのなりで板をね引き進めることになって。結果ほとんど板にね、大きな割れが影響することがほとんどなくて製材することができたかなと思います。まあ、前半戦後半戦最初の方はね、幅の狭いね、だいたい24ミリくらいから30ミリくらいの薄めの板を何枚か取って、そして芯の近くになっていって、だいたいそうですね54ミリから最後の方はね60ミリの板が取れたような感じで、小幅ながらもある程度ね身の詰まった板が取れたかなと思います。小口からも見て割れがあったんだけど、色がね結構いい色出てたのと、あとネズミがまあまあ良かったので、で引いた1枚板のね、木目も結構ね緻密でなんか表情ある板が取れたかなと思います。なかなかねいい一枚板取れたんじゃないかなと思います。岩手県産の木肌の原木を、製材しました。またねここから、乾燥して、仕上げられるようにしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。